皆さん、こんばんは。翔太郎、ダニエルじゃない太郎です。お久しぶりです。トーク動画がね、本当に、かなり久しぶりなんじゃないかな。というかね、動画を全然上げてなかったんで、すいませんでした。改めまして、よろしくお願いします、今日は。ちょっとね、本当に久しぶりなんで、トーク動画でどんな内容を話そうかなって思ってたんですけど、まあ進捗状況をね、まずはね、皆さんにお伝えするのが一番早いかなっていうふうに思ってるんで、まあどんなトレーニングをしているのかっていうのをね、病気の俺が、弱くなった俺がどんなトレーニングをしているのか、まあ前にもお伝えした通りだとは思うんだけれども、それ以上にどんなトレーニングをしてそれ以上に、そう、実はね、それ以上にね、ハードなトレーニングも含めてしてるんだけど、まあちょっとお伝えしていきたいかなと思います。はい。まず、まあ、ざっとこの、今言った箇条書きにした紙の中身なんだけれども、まず、週の初め、月曜日からスタートして、日曜日まで終わりまでどういうふうなことやるかっていうと、まず月曜日に、テニスの研究をしていて、まあ前回の昔ね、やったあの試合の動画とか、YouTube に載ってた動画、まだ載せきれてない動画とかっていうのを、まあ振り返って、悪かった点、良かった点とかっていうのを上げていって、やってます。この研究があるからこそ正直言って優勝っていうところにつながったところがあるんで、これは大事かな。毎週月曜日は必ずテニスの、その研究をして何をどういうふうにしていくのかっていう、これからどんなことにトライしていって、それに伴ってどういうこうトレーニングをしたらいいのかっていうのをこう紙に書いていくんだけど、当てはめていくんだけど、そういうのをやったりします。テニスのトレーニングをやめてるわけではないので、まあ、ガット張りを必ずします。一応98と100インチっていうところの2つを使っていこうかなと思ってて、と思ってます。で、その2本の、まあ、ガット張り、ストリング、をしています。で、他の時間はまあドラマ見たりとかストレッチに当てたりとか、まあ、基本的にこのガット張りとあとはこの研究が月曜日終われば、まあ、休養っていう風な形をとってるので、まあストレッチを踏まえながら休養をやってます。続きまして火曜日はまあ、出してないんですけど、動画編集を実はしてるんです。コンスタントにちゃんと出していくって、実はすごい難しいと思うんだよね。まあ、動画編集やってたりとか、動画出してる YouTuber とか見てると、まあ、ちゃんとやってる人はいるんだけれども、023なんてね、今も出てるけど、あ、こないだ鉢巻き巻いてたよね、白い。ね。よかった被らなくて、俺白い鉢巻きじゃなくてさ、ここが完全に赤と黒で絶対に統一してるから、被ってたらもう、あ、と思っちゃうんだよね。俺あんま被りたくない人で、まあそんなのどうでもいいんだけど、023なんて多分一人で全部本当に動画編集とか仕事しながらやってる。多分僕よりもね、仕事忙しいと思うし、大変なんだと思う中でやってたりして。まあコンスタントに出してるけれども、毎週必ず、例えば3本出すとしたら3本出せるわけないっていうわけじゃないじゃん。だから、取りためして、ちゃんとコンスタントに毎週3本の動画を出せるようにしたいなと思ってて、で、そのうちの1個を火曜日に作ってるって感じです。で、もちろんストレッチ、そしてこの日も休養っていう風にしてます。で、水曜日なんですけど、前日作った、動画をアップしてます。で、SNS にそれ上げて、必ずちょっと告知っていう風な形をするようにして、で、みんなに分かるようにしてからっていう感じにしますね。はい。まあ、みんな、
っとゆっくりできる時間だったりとか、家に帰って、まあ、少し落ち着いた時間ぐらいかなって思うんで、この時間に、まあ、アップするようにして、まあ、それを目指してしてるって感じかな。今日はちゃんと火曜日にです。で、水曜日明日アップされることでしょう。アップされてる時には前日撮ってるものだと思って、ちょっとやってくれて、考えておいてもらっていればと思います。はい。ワークアウトのアプリを入れたんで、ワークアウトのアプリをお金払って入れてるんで、そのワークアウトをやってます。お家でのトレーニングかな。このワークアウトのね、トレーニングね、ぜひね、ちょっとみんなにもやってもらいたいなっていうところがあって、冬季って肉離れしやすいから、まあ、筋肉が硬くなっちゃうからね。まあ、国によっては超あったかいところがあるから、テニスのプロ選手とかっていうのはそういうあったかいところに行って、きっとずっとテニスずっとやってるんだろうけども、まあ基本的には多分筋力アップ、まあいわゆるフィジカルの向上だったりとか持久力アップだったりとかっていう風にするんだと思うんだよね。特に冬は固まってしまうから肉離れしやすいっていうところで、まあそこをちょっとね、ワークアウトだったりとか、これから話す、筋トレだったりとかっていうところをしながらやってます。結構長くやってます。はい。で、プラスして、そのつけた筋肉に対して、この水曜日、夜、超あったかい格好をして、汗だくになりながら、ここ最近すごい寒くなってきたんだけど、汗だくになりながら4時間フットサルとサッカーをちょっとここ最近始めたんですけど、それをずっとやってます。まあ、まずはちょっとなんで始めたかは後で言うんですけどね。はい。